私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はオミクロロン肺炎にステロイド投与のお話をします。そして現在のオミクロン重症者数は詐欺かということとステロイドは酸化ストレスを上昇させるについてお話をします。本ビデオの用紙ですが、 コロナ感染症に適正なステロイド投与についてお話をしますそしてススステロイドは酸化ストレスを上昇させて、な副作用が出ます。私の知人でオミクロン感染で最近入院治療されたお二人の方の症状と治療についてお話をしますそして重症でないのにステロイドが投与されたのではないか と私は考えていますそしてオミクロン重症者が今増えていると厚労省は言ってるんですがなぜそのように増えているのかについても考察しますそして酸化ストレスを下げるにはについてもお話をしますこの報道はコロナ治療のステロイド投与早すぎると症状悪化の恐れ報告相次ぐということで2021年の9月28日に出された朝日新聞の報道です 新型コロナウイルスのステロイドですが使うのが早すぎるとかえって症状が悪化するとの報告が国内外から相次いでいるそしてステロイドの使用はですね肺炎が悪化し酸素吸入が必要な中等症や人工呼吸器をつける重症の患者が対象だという報道ですつまりステロイドの 治療を始めるタイミングは非常に重要だし中等症や人工呼吸器のような重症の患者が対象だということですねステロイドの副作用を見てみましょう非常にたくさんあるんですがここに赤で書いた骨粗しょう症糖尿病動脈硬化高血圧白内障緑内障それから腎障害ですね これはステロイドが酸化ストレスを上昇させるために引き起こすというふうに考えられています。ですからステロイドの投与はミニマムかつできるだけ短期間で終わらせるというのがこう治療の基本なんですね。さて、えー、私の友人で症例1ですが40歳男性で発熱5日目に救急搬送されて。 えー、大阪市福島のです、ね、400床の K という病院に入院されましたそしてオミクロン肺炎が重症として治療が始まったんですが入院初日に熱が下がって呼吸空がないいのでで酸素吸入もししていませんでした。ところが毎日説明が全くないのに点滴をずっとされているということで。 点滴がですねそこで私は何の点滴か主治医に尋ねるように言いましたらなんとステロイドだったと、まあ、当然持病の糖尿病が悪化していったということなんですね酸素吸入もなしで熱もなしで呼吸区もなしなのにこの肺炎に対してはステロイドが必要な中等症重症だったのか。 とといいうこにに関しては、大いに疑義が残ります。症例には60歳男性で発熱5日目に岐阜県の某大学病院を受診されました受診された時点でですねご家族から私に連絡があって、まあ、どういう状況か教えてくださいというふうに言っておりましたが酸素飽和度が95%なので緊急入院で人工呼吸が必要と言われたそうなんですね酸素フォワードが、 95というのは別に正常なわけなんですね。東京都の入院の基準は91%を切った場合というふうに報道されていますので、まあ別にですね、酸素吸入もいらないし、そのまま自宅におられても問題がないと私は考えましたが、この方は入院を断れずに入院してしまいました。そして入院日にステロイド点滴とレムデシビルの投与が行われたそうです。つまり、 酸素飽和度を見ると重症ではないのにステロイドの点滴をされてしかも腎障害が4分の1に起こるレムデシビルを投与されたということですねこの方は症状が安定しておられたので翌日自己責任で退院をされましたしかし入院時に糖尿病の薬を取り上げられており持病の糖尿病が悪化したとそれに対して主治医はですね インシュリンの注射をしましょうとまで言ってたそうですがこれは糖尿病の薬を取り上げてたらですね血糖値が上がるのは当たり前でございますちょっとこの主治医の判断というのは私も理解できません、まあ、この症例で言えるのは酸素飽和度が95%というのは中等症でもなければ重症ではないということです私はこのお二人の相談に乗ったことから ある意味コロナ患者を受け入れている病院の治療方針が医療崩壊を起こしているというふうにお二人に伝えていましたさてこれは3月3日に YouTube にアップされたビデオで「ダディの学び屋」という YouTuber の方のものですそして「子どもたちを詐欺の渦に飲み込ませるな」というふうなタイトルがついています内容を簡単に言いますと オミクロン重症者が多いいと厚労省は言っている。しかしエクモネットで見ると呼吸器やエクモの使用は少ないそしてコロナの病床不活用の場合にはその病院への補助金3割減が今年から始まっているだから中等症や重症でない患者を入院させている補助金の詐欺ではないか、というような内容でしたではそのデータについて見ていきましょう。 コロナ重症者数の厚労省データですが現在1419人ということで第5波と言われた昨年の9月頃ですね2000人を超えていたんですがそれに近いような山が見て取れますでは ECMO ネットで ECMO の装着数を見てみましょう確かに第5波のところはですね非常に高い山があるんですが現在はなんと エクモの装着数は実施件数27件ということになっています。つまりダディの学び屋がおっしゃるように重症者数とエクモの装着数というのは乖離しているわけです。先ほどの二例の症例と重ね合わせますと補助金の詐欺かというふうに言われても仕方がないのではないかと私は考えています。 さてコロナ感染症はここに書いてあります ROS という酸化ストレスですねこれが重症化に関連してサイトカインストームや肺炎を起こすということが言われています幸いオミクロンに関してはですね重症者が少ないということが世界各国で明らかになっています現在新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ 私の開発しました抗酸化配合剤の無償提供を行っています。今月の末まで期間延長してありますので、該当される方は申し込んでください。E メールでは受付ができませんので、必ずこの URL からお申し込んでください。コロナ対策は酸化ストレスを下げるのは重要です。タバコ、お酒をやめる。糖尿病、肥満のある方は糖質制限をする。 十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えますそしてエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えていますコロナ感染症で入院される方はですね主治医にどのような治療内容なのかそしてそれが本当に必要なのかどうかを十分確認してからですね治療を受けるようにしてください不要なステロイド治療は副作用しか出ません 抗酸化研究室についての情報です。